水面から目の離せない戦いが続きます。ボートレース福岡の G1 福岡チャンピオンカップ開設65周年記念競争、準優勝戦も最後の戦い第12レースが始まります。1号艇群馬の武須島誠、2号艇大阪の西村拓也、3号艇福岡の岡崎康弘、4号艇兵庫の吉川元弘、5号艇埼玉の桐生純平、6号艇佐賀の宮地元樹、以上6名による対戦です。本番も動きはなく枠なりに作戦行動、人気を背負ったのは1号艇の武須島誠です。2日目のペラボードリームから3連勝をマークするなど予選道中引っ張ってきましたシリーズリーダー、1号艇武須島の陰線に人気が集まっています。2コースに2号艇西村拓也、2日目の大外戦以外は2連帯としています。3コースは地元3号艇岡崎康弘です。念願の地元 G1 タイトルへ向けて3日目にはセンターから連勝するなどリズムは上々。4コース角に引っ張る4号艇の吉川元弘、予選ラストはこの4コース角から差し抜けての1着でした。5コースには初日のチャンピオンドリームの覇者5号艇桐生純平、当地では2度の SG 輸出はありますが周年では初の輸出がかかります。そして大外6コース、こちらは G14 度目の輸出へ意欲満々、6号艇宮地元樹、1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。1番3番4番が覗いたスタート、2コースへこんでいます。出ていくのは1番3番4番、1マークの旋回、逃げる1号艇の武須島、まくり出しは3号艇の岡崎、外から5号艇の桐生、先頭は1号艇の武須島が逃げています。スタートは前提正常でした。逃げました1号艇武須島先頭、2番手は3艇接戦、4号艇吉川、3号艇岡崎、5号艇桐生、さらにすぐ後ろは6号艇の宮地、2マークトップで1号艇武須島、2番手集団から3号艇4号艇握り合って6番5番と内を通ってホーム側、2番手は4艇並んでいます。内側から5号艇桐生、6号艇宮地、4号艇吉川、3号艇の岡崎です。直線コースは5号艇桐生と4号艇の吉川が若干リードを取って、これから2周目1マーク、先頭1号艇武須島、そして2番手5号艇桐生の外を回していく4号艇の吉川、まくり出すように飛び込んだ3号艇の岡崎、さあ2番手争い4号艇吉川に今度は3号艇の岡崎が食い下がっています。現在2番手は4号艇吉川、2艇審査3号艇の岡崎、その後ろは5番2番6番と続いて2周2マーク、先頭は独走1号艇武須島、そして2番手3号艇岡崎、先取る狭いところを刺していた4号艇の吉川届いている、2番手は4号艇の吉川が死守、1艇審査で3号艇の岡崎です。現在上位3艇は1番4番3番、その後ろ5号艇桐生、2号艇西村、6号艇宮地、3周1マーク、先頭は1号艇武須島、激しい2番手争いから4号艇吉川に対し相当回す3号艇の岡崎、2番手は4号艇吉川の相当を3号艇の岡崎捉えています。4番と3番、4号艇吉川、3号艇の岡崎、激しい優勝争いにワンチャンス伺って5号艇桐生も上がってきます。ラストターンマーク、まずは先頭1号艇の武須島、そして2番手3番4番競り合って5号艇の桐生が内側から回ってくる、2番手は4号艇の吉川がわずかに前でしょうか、まもなくゴールです。1番五輪、4番3番の順に五輪、5番五輪、2番五輪、6番五輪、以上前提五輪しました。